新豊田駅は、愛知県豊田市小坂本町にある、愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は12。相対式2面2線ホームを持つ、公開機である。上り1番線ホームは、愛知環状鉄道開業時に増設されたもので、国鉄を片線延伸開業時から使用されている、下り2番線ホームの半分の有効町である。 ホーム幅も狭く朝は非常に混雑していたが2008年1月に拡幅及び上屋延長が行われた。三河豊田駅までの伏線化に合わせて北側に引き上線が1本設置され2008年3月15日のダイヤ改正から夜間大泊に使用されている。また長時間帯に運行されるシャトル折り返しも当引き上線を利用している。 二階コンコースには、改札、駅事務室、売店のほか愛知環状鉄道の旅行代理店、愛観トラベルがあったが、2008年3月末を、もって閉店した。1994年秋に設置された、自動改札機は、特定地方交通線から転換された第三、セクター鉄道では、初めてのものである。後に、同線では、岡崎駅、中岡崎駅、 北岡崎駅、三河豊田駅、薬ク駅、瀬戸口駅、瀬戸市駅、高蔵寺駅にも設置された。2004年秋にフリースポットの運用を開始、公衆無線ームによるインターネットへのアクセスが可能となった。出入り口は2階の改札口と、上り1番線ホームに併設された3階改札口の2カ所である。3階改札口は、 名鉄三河線豊田市駅から東駅へ乗り換えて、三河豊田駅に向かう乗客の増加に伴い、増設されたものである。2009年3月まで、平日朝は入場専用としていたが、現在は、終日出入りが可能である。なお3回改札口には、駅員の配置がないので生産及び、定期券の購入は2回改札口を利用することになる。 名鉄豊田市駅とは、ペデストリアンデッキを介して、徒歩連絡が可能である。ペデストリアンデッキは2階と3階の中間の高さに位置するため、2階改札口とは、エスカレーターとエレベーターが、3階改札口とはエレベーターが、設置されている。エレベーターは改札内により2番線ホームと2階改札口を連絡するものと、改札外に3階改札口、 ペデストリアンデッキ、二階改札口、地上を連絡するものの2基が設置されている。二階改札口から、上り一番線ホームへはエレベーターによる連絡がない。新豊田駅と三河豊田駅の年間乗車人員の、推移。2020年度の1日平均乗降人員は9571人で、ある。駅開業後の、各年度の1日平均乗降人員は、以下の通り。 名鉄バスをはじめとする市内のバスは、名鉄豊田市駅の東口、西口を拠点としている。バス停は、駅東口にあり、東京と名古屋を結ぶ、夜行高速バスであるドリーム、名古屋号が、地上バス乗り場に停車する。このほか新豊田駅に指定留所が2014年4月1日に、新設され、豊田をい伝バスホミ、豊田線が停車する。 ABCDE 市のキラ、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、114ページ。ISBN978 から4から533029806。ABCDEFGHIJKLMNO、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、AB。 愛知環状鉄道の30年40ページ愛知環状鉄道2019年遠いか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d f p r e s s r e a s e 3 0 1 2 8 p d f 2 0 2 0年11月8日 スラン愛知環状鉄道の30年61ページ愛知環状鉄道2019年愛知環状鉄道20年市編纂委員会愛知環状鉄道20年市ピアニッシも111から1122008年オープンデータデータ提供豊田市統計書豊田市移動等円滑化取り組み計画書報告書愛知環状鉄道 ABCDE 豊田市統計所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  ABC 豊田市統計所豊田市統計書豊田市統計所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 移動等円滑化取組報告書ありがとうございます